二見ヶ浦二見ヶ浦は、限界国定公園内に位置する福岡県糸島市、島桜井の海岸である。桜井二見ヶ浦、または、筑前二見ヶ浦とも呼ばれる。糸島市北部にある海岸で、海岸から約150メートル離れた海中に、夫婦岩がある。1968年には、県の名称に指定されたほか、日本の渚百選、日本の夕日百選に選出されている。 夕日が沈む風景が愛されており、福岡県観光連盟によれば、下死の日に二つの岩の間に沈む夕日が素晴らしい。二見ヶ浦には、桜井神社によってイザナギノとイザナミノが祀られている。目音岩の前の海中には白い鳥居が立っている。目音岩夫婦岩は男岩が高さ11.8メートル、女岩が高さ11.2メートルで、長さ30メートル。 重さ1トンの大しめ縄によって結ばれている。毎年4月下旬から5月上旬の大潮の日に、大しめ縄が掛け替えられる。三重県にも、目音岩という名の岩があり、こちらは、下死の日に、岩の間を登る朝日で知られる。夫婦岩を縁に、島町は1969年30県、二見町と島妹自地帯締結をし、二見ヶ浦と二見ヶ浦の間での、 目音岩イは結を企画し実施した。県道54号線沿い。玄海国定公園福岡県掲載日。2014年9月30日。更新 AB 桜井二宮浦糸島市掲載日。2014年1月1日更新。新州島町市編集委員会編。新州島町市下館。島町。2009年。187から188ページ。 日本の森滝なぎさ百選 ABC し島市、島、読売新聞1999年12月9日付、西部本社長官32面。ABC 夫婦ん福岡県観光情報福岡県観光連盟、筑前二見ヶ浦桜井神社桜井二見ヶ浦。 夫婦大名は大しめ縄掛け祭り全国見るなビハット http コロンスラッシュスラッシュ www.city.is.me.jp スラッシュセキュアスラッシュ4471スラッシュ p085-p092-pdf ハット読売新聞2003年12月6日付西部本社長官29面桜井二見ヶ浦福岡県の文化財 福岡県教育庁教育総務部文化財保護課。2021年9月8日閲覧。ありがとうございます。